シルクドソレイユのアマルナユニサイクリスト坂井野里美です。同じくシルクドソレイユアマルナユニサイクリスト坂井野由香です。2回目ですね。2回目だよね。2002年の世界大会で2人ともここに来てます。その2002年の世界大会でペアで総合チャンピオンに初めてなった年なので、私たちにとってシアトルは特別な思い出の場所です。はい、すごく楽しみです。その一輪車のお友達が見に来てくれているので、はい、いいところを見せたいなって思います。初めてのアメリカツアーに入ったのですごくワクワクしています。もうとっても緊張しました。やっぱり2500人の中でお客さんの中でやるっていうのが初めてだったので、はい、とても緊張しました。ずっとシルクド・ソレイユのステージに立つのが夢で、初めて10年前にシルクド・ソレイユのステージを見た自分が観客だった時の気持ちを思い出しました大会の時は正面の審査員の方が正面に座っているんですけど、今ほとんど360度どこにもお客様がいらっしゃるので、もう一人残らず目を合わすことです皆さんから見て綺麗に見えるように工夫して演技を作った時が一番難しかったです。朝あまり早く起きてしまうとショーの時間が8時、夜8時からだったりするので、あんまり早くは起きないように昼過ぎに起きています。それで、このテントにビッグトップに来てご飯を食べて、で、トレーニングを少しして、で化粧をして、ショーが終わったら帰ってくるのが夜の11時過ぎなので、そこからお風呂に入ったり、またちょっと軽食を食べたりで、日本のお友達とメールだったりスカイプをして、でちょっと遅めの3時、2時とか3時ぐらいに寝ます。朝起きてから寝るまで1日の生活なんですけど、ほとんど同じ部屋で生活してるので同じなんですけど、夜の11時にショーが終わってからまだアドレナリンが出てて、もうすごいショーの気持ちで自分のテンションが抑えられなくて、すぐには寝られないので、あと夜の8時にテンションがピークになるように夕方頃にしっかり自分の準備、気持ちを整え出すので、だいたい起きるのはお昼過ぎです。お昼過ぎに起きて、でテントに来てトレーニングをするのは一緒なんですけど、その後あまり食べないで、ショーが自分の出番が終わるまではなかなか食べられないので、自分の出番が終わったら8時からショーが始まるので9時に最初のご飯を食べてますオフの時にどんなように過ごしているかっていうのは、やっぱりツアーならではの醍醐味だと思うんですけど、その土地土地でなんて言うんですか、観光地だったり名物だったりがあるので、それを一緒に行って経験してって言ってます、ここに52人のアーティストがいるんですけれども、みんなそれぞれみんな他の国から来ているので、例えばみんなを連れて美味しいジャパニーズレストランを見つけて連れて行ってあげたり、ギリシャの友達が今日はみんなでギリシャの料理屋さんに行って本場の食べ方を教えてあげるみたいな感じで、国際交流をしながら新しい発見をすることが楽しいです。父に小学校1年生の誕生日に買ってもらいました。私はお姉ちゃんの誕生日プレゼントが羨ましくて一緒に始めました一輪車って他の競技とは違って、なかなか最初の一歩が踏み出せないというか、もう
またがることすら難しかったりするので、その最初の根気というのがすごく大事だと思います。だから乗れるよう、最初の乗れるようになるまで頑張ってください一輪車は乗れるまでは結構面白いって思えないんですけど、乗れて初めて楽しいなって感じることができると思うので、根気強く頑張ってください余るなは約何パーセントだっけ、 75% のキャストが女性です。で、女性のために作られたショーです。女性の、まあ、美しさやしなやかさだったりはもちろんなんですけども、その中にもある女性の真の強さという部分が見どころになっています。楽しみにしててください。シルク・ド・ソレイユは様々な種目があるんですけれども一輪車の演技、ジャパニーズスタイルっていう一輪車の演技は初めての演目になっています、はい、お見せできることがとても嬉しいです。楽しんでください